いやよ、いやよ、いやよ、見つめちゃいやー。ハニーフラ。前回のあらすじ。さくらさんの過去編が始まりました。ねえ、さくらさんの過去のグループでどんな人が出てくるかなっていうところでさ、一番最初に出てきてるのが、よりにもよって親方でした。いつになったらこの読み方教えてくれるのでしょうか？なんて読むんでしょうか？調べてもさ、この感じさ、なんて、ヤフーで読み方調べるにもさ、なんて調べればいいかよくわからないよな、この二つ。他になんていう読み方があるかわからないもん。お疲れ様です、高坂さん。だからさ、何々親方って思うこれ。ちょっと前からすごい気になったんやけどさ、読み方そうそう教えてくれへん。読み方振ってくれへん。親方って呼んでるけど、男の人だよね。名前の漢字から見ても男の人だと思うんだけれど、いまいちつかみどころがない人なのよね。男っぽい喋り方をしているだけの女性とか？いやいやいや、そんなわけはないか。私がネット上で結構男に間違えられてるからって、みんながそうだとは限らないしね。今日も機械屋さんは休みのようですね。また？ええ。いつになったらシナリオは上がるんですかね。私が待っているのは今作ろうとしているゲームのシナリオなのだが、なんだっけ、 STG 作るって話だったっけ。シューティングゲームな。そうですね。今メインのテーマ曲を作っていて、ラストの面ではそれのアレンジ曲が流れる風にしようかと思うのですが、どう思いますか。いいねそれ。なるほど、それは燃える展開ね。最後でそういう演出が来ると、アニメやゲームでも盛り上がるわよね。あるよな。デジモンアドベンチャーやってさ、無限大なる夢をあとってラスボスの時に流れるような。あれ、胸熱よな。そんな感じだろ。でも、本当に曲を仕上げるのが早いわよね。何か秘訣でもあるの？多分こいつさ、ゴーストライターとかそのあたりがおるんじゃないの。あ、なんか、うさんくさいようなビデオ流れてきたぞ、お前。本当にそうじゃないのか。誰かにお金を払って自分のものだと偽って人のものを出したら。毎朝のシリアルと牛乳、そしてバナナの一本ですかね。それらを毎日欠かさずに摂取していれば、相手から曲の希望を聞いたときに大体の音が脳内で出来上がるんです。つまり、どういうことだってばよ。つまり、僕は超天才ですから。このようなことは朝飯前の運動なんですよ。朝食の話をした後に朝飯前って言うたらちょっとややこしいなるだ、お前。わからない。何を言ってるか本当にわからない。文化が違いすぎる。おっと、22時になってしまうので失礼しますね。すぐに寝ないと早っ。ネット民がそんなに早寝るん早っ。それでは、はーい。親方が消え、後に残ったのは私一人だけ。何これ。何この、周りの友達は結婚していく中、独身なの私一人だけみたいな、そういうかわらしい空間なんだお前。私も落ちるか。結局、親方しか出てこんかったな。なんか、親方以外の誰かが出てくんかなって、企画屋とかいうさ、前々から気になっとったというか、前々から名前が出とったやつも、名前出とったのにもかかわらず出てこんかったな、これ。30歳くらいにあるやつ。そう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 。周りの知り合いは結婚していくんやけどさ、自分は全く脈ないって感じな。あ、これは頼み息の、ため息の感じ。とうとうあいつも結婚したか、みたいな感じになってるの。そういえば、1年近くの間、デスクトップ周りを片付け、いなかったわ。そりゃ結婚できないわ。そんなにさ、自分の周りの世話を自分でできないタイプの人間は結婚できないわ。整理しますかね。これはいらない。これはいる。これはいる。これは、
手製のオナラ音か。どんなもん出してきたんだお前。セリってそういう意味だったんじゃ。素材のセリだったんじゃ。口を使ったのに手製とはこれはいかになのだか。まあいいだろう。いろいろあるわね。あ、私は見つける。それを見つける。バリバリ最高潮な日々。フォルダ名にそう書かれたゲーム。もう名前が適当やな。バリバリ最高潮な日々って。私が体を代償に組み上げたゲーム。仕上げるのに一週間でやらなければならなかったゲーム。いろいろと思うところはあるが、手当たり次第に完成したオア、作業終了の制作物を別のハードディスクデコーダーに中に入れていく。なんでこのタイミングでマキシマーってコメントが来たんだ。何一つマキシマーのところはなかったような気がするけどな。しかし、テラ単位のハードディスクがもういっぱいになってきてるわね。新しいもの、そろそろ購入しようかしら。よくよく見返してみれば、一番古いファイルは、自分の作ったクリスマスを題材にしたゲームであった。懐かしいわね、これ。ああ、このさ、整理しようとはさ、こういう懐かしいわね、これっていうものが見つかってさ、結局それをバンバン見続けてさ、全然掃除が、片付けが進まないっていう定番のやつやな、お前。10代の頃に、長期休みに入って暇だったので、話を1日で作り、キャラや音楽などは適当にそこらのフリー素材を使っただけの制作物。今やってみるとひどすぎるってレベルではない。うえー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 と叫びたくなるぐらいひどい。そして近所迷惑。音のタイミングも声だし、キャラクターも合ってない。ましてや唐突に当時やってたゲームの技名を繰り出すキャラ。なんで読むんだ？ちょっと待って。俺こんな字も読めんのやな。あー、口頭向け、わからんよ俺。そろそろちょっと学校に戻って漢字勉強しないとダメなような気がしてきたよ。もう、バリバリ最高潮の日々、マキシム、あ、裏設定。あ、そういうことだ。あ、これ裏側から見たら的な、あの、作者さんが遠回しにちょっと自分に関わったもんのゲームのタイトルさ、ちょっと形変えてゲームに出しとんじゃ、別のゲームに、そういう感じなんじゃ。なるほど。わ、関係とかやったらどうなるんだ俺。関係とかやったらもうダメだろうな俺。おっぱい検定だったらまださ5級とか6級とか取れるかもしれんけど、でも、これを作った時は楽しかったと思う。正直な話、制作なんて言ったものは個人でやった方が明らかに楽だ。自分の考えたネタを自分で演出した方がイメージ通りにできる。だからこそ満足いくものになるのだ。そうやな。やっぱりさ、自分の思い描いた通りに形になるのが一番やもんな。だが、それはオナニーでしかないというものを分かっている。自分のために作り上げて、自分が満足いくものを作るのは決して悪いことではない。だが、私は人と交流しながら、互いに持てる技能を、研磨させて、研磨でいいんかこれ。研磨かな。ちょっと自信ないよ。これも自信ないやろ、これ。その結果が、よりいい制作物になる。そう信じてるのだ。そうだよ。まあ、作るならばさ、そのさ、自己満足じゃなくてさ、他人の評価っても重要だと思うけんな。二次創作ってもそうだと思う。他人用奴隷か何かと勘違いしているやつは、馬に蹴られてしまえ。はぁ、あ、つまらない。つまらない。つまらない。どっかの方言で言えば、はいだるい。なぜ方言で言ったんだ。今方言で言う必要あったかな。簡単に言ってしまえば、私は今そうなんだ。つまらなくても、つまらなくてもやもやしてる。あの作品の仕事を終えても、まだ他人との制作に関わろうとしている自分はアホではないのか。いや、わかっている。わかってはいるのだ。本当に自分はアホなのだ。満足できるものができても、また作り。
次は前のレベルを超えられるか、周囲の評価ではなく自分自身が下す評価。滑車に登ったハムスターを想像すればいい。ハムコーンは目的地に行こうとして滑車を回しているわけではない。ハムコーンは目的地に行こうとして、あ、ちゃん俺呼んだこれただただ自分がそうしたいからしている。回り続ける自分の未来同様にぐるぐると、昔見たヒーローの作品もやっていた。超編集ができたら実験しようぜという仲間に対し、侵略者は超兵器に対抗してもっと強烈な破壊兵器を作るけど、それでいいの？という主人公。我々がそれよりも強力な兵器をまだ作ればいいじゃないかと答える仲間。それはまるで血を吐きながら続ける悲しいマラソンだ。妥協点はないってやつじゃん。もうさ、なんか一つの到達点に到達したらさ、そこで終わりじゃなくてさ、もう次はさ、その先っていくやつ。常にさ、過去に今作ったものがさ、未来ではさ、もう過去のものになってしまうけんな。どんどん新しいものを作っていかんかったらさ、周りが新しいものを作っていくような中、自分は新しいものを作ってないってなったらさ、何もしてないだけなのにさ、周りから見たら大化になるけんな。そんな感じがするよ。そんな風につぶやく主人公。負の連鎖、連続消し、フルコンボだった。なぜ太鼓の達人出てきた。どこかでアンチェインじゃないといけないのだろうが、私は続けるのだ。いや、続けるしか助かる道はない。だって制作中毒患者なのだから。だが今のところはもう足りない。だからといってこの前みたいなものが勘弁だが、どんだけ悪かったんだろう。親方のような人と知り合えたのは行幸ではある。だが足りないのだ。自分の欲を満たしてくれる存在、私を飽きさせない人間。これあれエロい意味で言ってるんじゃないよね。ちょっと俺にエロい人間だからエロい意味に聞こえてくるんだよなダメだな俺。もうそうするさ、この性欲どうにかしないと。どこかにいないのだろうか。できれば制作素人の子、もう一個欲を言うのならば男の子がいいわ。はぁ、さくらさんの好みぶつけてきたんやけど、突然さくらさんの好み言い出してきたんやけど。突然自分のことを言われたかのような典型的なくしゃみやろお前。誰か噂してるわみたいな感じなんです。風かな。さてレンチンカレーっと。ああ高台見で宣伝入ったわ。宣伝ちゃうんかいゲームの宣伝かと思ったんだよ。あ、ゲームの宣伝ちゃんと入ったわ、お前。な、今の何だった声に落ちるのは何だったお前。いつものフリームの宣伝かと思ったらさ、そうじゃなくてさ、ちょっとシーンが一旦変わって、本当にゲームの宣伝入るというさ、ちょっとフェイントかけてきたけど、何なんこれ。で、本屋。あれから日付が経ったというのに、まだシナリオは上がらない。そもそも、あのサークルは最初の計画の時点で失敗しているのだ。あ、この頃から POE って名前なんやな。これでは、絵師ができないのも当然。これは、身の振り方を考えた方がいいかもしれないわね。クビか。シナリオ役をクビにするか。まあ、今はリアルなことを考えましょう。普段の事務仕事で使う道具がないんだから買わないとね。心を失って割と事務仕事の必需品が揃っているから好きなのよ。あ、これも買っておこう。ん？これぐらいでいいか。
この前のおでんの店員が何やら座って作業している。おでんの店員って名前になってしまっとる。とうとうおでんの店員って呼び始めてるよ、さくらさんが。おでん推しがすごかったからな。どうだい、おでんはちゃんと置いてもらえるようになったのかい。もしもし。あ、エロ本読んだんだな、これ。キモすいません。あ、はいはい、何でしょうか。面識もつまやから話はしたことあるんだよ、これ。客がレジ前に来てやることをつったら一つだと思うんだけれど、そうだよ、銃を向けて強盗だっていうことだよ。この子バカなの、アホなの。これを、そう言って商品を渡す。あ、はい、全部で5点の1150円になります。1150円。切り捨てて1000円にしてほしい。ない、細かいのもない。いや、持ってるんだよ。1万円札しかないパターンのやつだよ、これ。1万円ならね。店員は不思議そうな顔でこっちを見る。うわー、こっち見てるよ。仲間になりそうにこっち見てるよ。スライムかよ、仕方ない。じゃあこれで。しまったな、札だって分かってたらどこまで細かくしておくわけだったわ。仕方ないか。ああ、本当に嫌になっちゃう。あれ、席まで店員が書いていたのってスクパのキャラよね。スクールパーティー、誠の知人が書いている作品と聞いたことがある。地味なステルスしてないマーケティング、ダイレクト直球マーケティング、略して DTM を受けたことがあったので覚えている。そういう言葉、DTM、ダイレクト直球マーケティング、もう宣伝してるとしか思えないようなことだろう。そういう感じだろう。まずか読者と出会うなんてびっくりだわ。あれの読者っていたんだ。誠もなんであれが単行本を出せているのかわからないって言ってたからな。それどういう意味や。面白くない、そんなに面白くない。今度教えてあげましょう。ファンの子がイラストを描いていたよーって。待って、今私は何と言った。もしもし。これじゃない。ごめんなさい、大丈夫。これでもない。バーブー。何、チャイルドプレイ入ってんだお前は。あ、赤ちゃん、赤ちゃんとかさくらさんのことをさあやかしたいな。なんかあやかしたいな。こんな昔じゃねえよ、こうちょっと考えろ。私イラストを描いていたよ。描いていたということは、なぜ怪獣、なぜ怪獣風お前。なぜ怪獣風に言うたねん、今。福本信之に許可は取ったのか。そうか、そうだったんだ。イラストとは、制作とは、まるでドア王という擬音でも出てきそうな打ち切り漫画よろしく、悩みの種が一個消え去るのを感じた。お客さん、頭が虚無の彼方に吹っ飛んでいたわ。うん、いたわー。私を飽きさせない相手。ねえ、私を燃えるほど燃えさせてくれそうな相手。そこのイラストなんだけど。あれ、この辺ってもしかして第1話にあたりじゃない、これ。もしかして確かテキパキテキパキって仕事をやいよときに話しかけられて、これ第1話の内容か、これ。もしかして桜さん視点になっとるだけで。私の体に起きている、湧き上がる情動、燃え上がる熱情、冷めやまらない性欲、果てしなくホテル熱情。多分私のこの感情を言葉に説明するなら、恋、恋、そうよ、これって恋。誰、恋に落ちたのは恋ね。大事なことだから二度も言うわ。
私この人に恋しちゃいました。嘘だろ嘘だろ、声まで行くそう、それ主人公に対して言ってるの、主人公の絵に対して言ってるのお前恋しちゃいましたってさ、女の人が簡単に言っていい、気軽に言っていいことじゃないよ。こんな感じの出会いだった。あ、恋してるわこれこの絵で分かった、恋してるわ。まあその後柄にもなくテンションが上がった私、貝のポップを持ち出していたのは要反省点ね。あ、これで出会ったところなんじゃ、これ前の出会ったところを桜さん視点で書いとんじゃ、これな、この恥ずかしかってんな、ふっかわいいって、あ、桜さんから見たらこんな感じだったんじゃお言葉に甘えながらがっつり注文するね。別に痛くも痒くもないけどね。しかしジョックルに来たのだったらペッパーハンバーグは外せないと思うんですよ。あ、そんな話しょったわ、確かにペッパーハンバーグがどうとかって。いいね、そのこだわりグッドだよ。私はサムズアップしながら答える。こだわり持つのって大事よね。彼を手に入れるにはどうしたらいいの。え、お前が欲しいって素直に言うの。そんな時どうしたらいいのかしら。こっちから行くんじゃない、待つの。てれれ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 れ、35億。くだらない会話をするの？なんだろう。彼の顔を見てると頭が真っ白になるわ。肝心なことを伝えることができない。くだらない会話ならできるのに、本当に恋目覚めたようなことを言ってる。なんかちょっと話がちょっとややこしくなりますね、さくらさん。こうなったら、飲んでやる、とことん飲もう、酔って酔いまくるんだ。そうすればきっと言えるはず。私とゲーム作ってみない。よっしゃ、言えた、言えたよ、お父さん、よくやったぞ、りょうこやめろお前こうお腹で親子の会話するな、お前なんでね。こうなったらあとはノリで突っ走ればいいのよ。相手の悩んでるところなんて大体の初心者が過去に悩むところなのだから、簡単に切り返せる。そうして答えていった先に、ちなみに私は君と一緒に作ってみたいと思うよ。落ちろ落ちろ落ちろよ、なんだこれ、戦争ものな、ガンダムか、ガンダムでよくある落ちろとか沈めとか、そんな話なのこれ。墜落しろ、堕落しろよ。またまた、そういうセリフはいろんな人に言ったんでしょ。おお、うまい切り返しだ、こっちも浅い、まだ浅かったか。しかし私は次の攻撃に入る。かっこ攻撃イコール会話でやる喧嘩や口説き、論撃の亜種。ネタっぽいようでネタじゃない。でもネタでしょと言われてもおかしくないネタ。私も制作会話の鉄板ネタ。はい、この間の長期のお休みの時に北海道にツーリングに行ったらしくって。はい、北海道、路上をバイクで走っている時にキタキツネを避けようとして転んでしまって両足右手骨折したって言われてさこのピンポイントに右手骨折って映画描けないんだみたいな話をしよったな。そういや、キーボード打つだけなら左でもできるからチャットすることはできるけど絵は無理だから抜けさせてもらうって。それはなんというか、ちなみにこれは別のサークルで本当にあったことではあるのだ。だから嘘だけど嘘じゃない。だって恋だけど恋じゃない、夢だけど夢じゃなかった、夢だけど夢じゃなかった。というわけで今うちのサークルは絵師枯渇のピンチを迎えておるのだよ、明智くん。心、これはマジなのか、悲しいところなのだから。嘘なのは最初から絵師なんていないということだけなのだ。まともな人だったらあんなサークルで描こうとは思わない。あのバカはいつになったら活動してくれるのでしょうか。企画屋とかいないが企画しないバカです。いい加減反乱起こすぞと、早めに反乱起こしとかなかったら逃げられるからな。これ未来のことが分かってるから言えるけど、
将来少年のことを忘れるところだったわ。悩みに悩んでいる。そう、その悩む瞬間、それを待っていたのだから。だから私は少年の絵下手だって自分は言ってるけど、私は好きだよ。心から思っている言葉で話す。好みの作品でマイナーキャラなのあげたりしてるけど、絵の線は死んでないし、これは正真正銘の生きた絵なのよ。そりゃあダメ出ししたら流行のキャラを選ばないセンスも悪いし、やっぱり下手だって言える。プログラムの人間も同じ言語で話せるんだ。通じれば心を通わせることができる。ハローワールドってね。でもね、少年の愛が詰まってる。だからその愛情を私に向けて。愛が詰まってるってことは、書き手の好きってのが前面に押し出されてて、苦しいほどに愛して、ただ純粋に愛だけでキャラを描きましたって思いが伝わるのよ。だからそういう人の絵って嫌いじゃないのよね。あなたが大好きなもの。さくらさん、主人公のことを一目ぼれしてみたいになっとるよ、お前。なんかちょっと、そういう感じで言ってたの、この回は。何か喋りすぎてお腹が減った気がする。お腹すいたから、軟骨唐揚げ食べよう。あむあむ。おいしい！このタイミングで食い出すんか。俺でいいんですか？違う！それは間違っていると、少年。私はがなの真実。そして私はあなたが欲しいの。これも真実。自分を安売りするのは良くないぜ、ボーイ。そう、あなたが必要なの。だから自信を持って諦めないで。わかりました、やります。よし、その言葉は聞きたかった。嬉しい、彼らと一緒に制作ができるのだ。そう考えたら自然と笑みがあふれる。なんこれ、もうこの力になってほしいとこじゃなくてさ、一緒にいられたら何でもいいやみたいな感じの、好きな人に対していい思うような感情になってきてる。そしてオーケー、少年生まれ変わりおめでとう。君はたった今、今日この時をもって、ただの一般人ではなく、フリーの絵師である一般人になった。給料はない、賞賛も浴びれないかもしれない。そういった幕地に飛び込んだかわいそうな少年よ。クオ・バディス。私はそのまま天使に任せたセリフを言う。俺を必要としてくれるあなたのところへ。そしてそれにうまく乗ってくれる。本当に最高だよ君は。オッケー、この状況的にいいセリフがあるわね。なんで言うたんだっけ。そう、昔やったことのあるゲームのセリフ。あのセリフがぴったりな今の状況ならば言うしかないっしょ。少年は何だろうという顔でこちらを見る。ああ、これあれやな。私は立ち上がり、そのまま右手を差し出して、目の前の人を落とすため、堕落させるため、私を見てもらうため、とびっきりの笑顔を作って微笑む。来い、誰、落ちるのは誰、する準備は OK？ 言った、これ、そういう心境で言っとった。恋に落ちたのは私、恋しく恋う、落ちて落ちるのだ。なんかいやらしいな今。楽園は世界の中で一番素敵な場所のことだと聞いた。はい。でもそこには太陽は降り注ぐことなんて絶対にありえないし、そこに波の音は絶対に聞こえない。地獄みたいって思える？人によってはそうかもしれない。だけどね、彼がいるところ、それこそが間違いなく私にとっての楽園なんだ。うわぁ、何この卒業式みたいな BGM。 わあ、本当に愛おしい感じだったんだな。嘘だろ、
え、そんなにさ、愛おしい感じで主人公のことを見よった桜さん。わあ、これ絶対高梨さんとは結ばれないな、主人公。桜さんがいる。桜さんと結ばれるべき、これは。もう桜さんの声が実ってほしいと、ちょっと後押ししたくなるような感じ。あ、そんな心境で誘ったんじゃな。マジでか。悪魔と相乗りする勇気はある。キザったらしい笑顔を浮かべて、少年は私の手を受け取る。これからいろんな災難、不幸が訪れるかもしれない。だけどね、私は平気だよ。だってあなたがいるんだもん。でもあなたはどうなんだろうね。やばい、本当に結婚した初日の奥さんみたいなことを言ってるやん。でもね、このメンツでバカやって作るのって結構嫌いじゃないんですよ。これ冒頭の方のやつだよ。完全に冒頭の方のやつあったな、こんな会話。シナリオは無茶ぶりばかりするけど、あいつの作った話はやっぱり面白いし。高梨さんのこと、音楽担当の実力だって本当は結構評価してる。親方、スクリプターはみんなが終わった後が辛いのに、みんなのテンションの維持管理をしてくれている人だっていうのも俺は分かってます。桜さん、だから俺頑張ろうと思いますよ。みんなでゲーム作るのね。涙が出る。全部嘘偽りのない真実なのだろう。少年の気持ちが伝わるね、さくらさん。うん、バカ、カッコつけすぎだっつうの。こんな感じの心境で言いよったんやな、これ。ドキッとしたよ。そうです、別にそんなつもりはなかったんだけどな。わあ、天然ジゴロだ主人公。お、そういうキャラいいな。おかしいなあとつぶやく少年。そしてあっと何かを思い出したかのように語る。あ、それでもあの CG の量はなんとかなりませんかね。少年のちょっと情けない姿、でもそこが可愛いやつだと思う。そこのところは私が交渉するから、とりあえず使用キャラの立ち絵だけは早めにお願い。借りたての制服女子というのも見飽きてきたからな。いつ？分かったらさっさと書く。締め切りは待ってはくれないぞ。へいへい。あ、こういうの見よったらちゃんと作り言ったんやなって。作る描写が全然出てこんかったけど、作り言ったんやなって思ってくれ。じゃあそろそろ寝るな。はい、おやすみなさい。あー、ここで電話が、通話が切れる。ちょっと、もう寂しさが出てくる。寂しそうにしている桜さんの顔です。何か通話終わった途端に恥ずかしくなる。多分鏡を見ると顔が真っ赤のはず。乙女だこの反応、乙女だ、やばい。これとっつぁんがそばにおったらさ、あなたはルパンは大切なものを盗んでいきました、あなたの心で素敵な感じになるんだろう。カリオストロか、ローレン、円錐付き合っちゃうほどのローレン、ガラガラガラローレン。雷様、勝ってくる頃にはゴロゴロして、すごいゴロゴロして、今の自分他人にはすごい見せられないような顔になってる。あーもう、あーもう、ゴロゴロゴロ。このあーもうの顔をさ、ちゃんとさ明確に書いてほしいんですね。痛そうです。机の足に頭ぶつけた。めちゃくちゃ痛い。机の足にってんだよ。机の足に、これだろ、この辺だろ。え、ここの椅子に座って机の足に頭ぶつけるって、どんな転がり方したあんた。バカやりすぎたわ。ちょっと調子に乗らないようにしないと。さて、それじゃあ PC を落とし。着信？ PC の通話回線に着信が来た。相手の名前は、どうした？チャドのレイヤーズが消えたみたいな感じの反応するな、お前。ブリーチじゃないんだぞ、ブリーチじゃ。どうやらこっちも切りをつけなきゃいけないみたいだ。誰から来たんだ？さくらは無茶をする子。
さくらは自分を大事にしない子。さくらの面倒を見てくれる男の人どこかにいないかしら。いるよ。冴えない荒野を目指す楽園の僕第9話。俺たちに翼なんてない。アフターストーリー。この後の話なんじゃ前後編みたいな感じなんで今回。てかもう9話なんやな。早っ。あびっくりしたな。さくらさん恋してたんだ。さくらさん視点になったけんようやく分かったけど恋してたんだ。さくらさん、あの絵に対してじゃなくてさ主人公じ主人公本人に恋してたんじゃ。マジで。そうか。